ャンメイクのシルキースフレアイズの04番です。これはもう結構前から使ってるんですけど、このピンクとオレンジの色味が入っているアイシャドウです。リップは今日はこちらを使います。トーンのペタルエッセンスの207番、フラミンゴっていう色です。結構ピンクっぽい色が強いんですけど、でもピンクすぎないですし、私は肌が多分イエベなんですけど、それでも全然浮いたりすることないですし、一度塗りでかなり発色してくれます。これはもう本当にすごい買ってよかったです。もう最近毎日使ってます。いただきます。
加熱を始めます。どのくらいか教えてもらおう。うん、ちょっとね。この包丁切りやすいよ、本当に。MAC プラス A。この包丁すごいいいです。あとは、ささみ。このお蕎麦、北海道のやつ美味しいんですよね。ごま蕎麦、さらしなごま蕎麦、生麺のお蕎麦、何分だっけね。3分。すごい量。OK。すごく久しぶりにセリアに行ってお買い物してきたんですけど、そしたらいろいろ可愛いものが増えていたと思って、ちょっと文房具を中心に、1、2、3、4、5、6点結構お買い物したのでご紹介しようと思います。まずノート2つ購入しました。サイズはこちらが A5 で、こちらは B6 のノートです。表紙がベージュで、ここの背表紙が白いデザインのノートです。このノート、ドットの方眼になっているので、すごいやっぱり使いやすそうだなと思って買いました。あんまりドットの方眼って見たことないので、ちょっと思わず買いました。でも1個のノートがこちらです。これも可愛いですよね。これはですね、中身がこんな風にここに分かりやすく日付を書ける欄があるので、これはですね、今もう早速使ってるんですけど、朝ここを開いて、その日やることっていうのを書いていって、その日の、まあ、仕事しながら書いておきたいメモっていうのを書いておくと、後からすぐ振り返れるので、これはかなり使いやすいです。まあ、ただちょっと難点があって、この表紙が柔らかいので、こんな感じで今、なっちゃってます。ちょっと一日開きっぱなしで置いてたら、こんな風になってしまいました。ちょっとここにクリップをつけて
使おうかなと思ってます。クリップつけるとこんな感じですね。さっきまではもう上まで開いちゃってたんですけど、このクリップの重みでなんとか閉じてくれてます。で、残りはこのレターセットですね。ちょっと開けようと思います。じゃん、かわいいですよね、これ。これは何かというと、両面開きの色紙なんですよね。なんかこれ最近すごい流行ってるんですかね。いっぱい置いてたんですよね、こういう形のものが。で、このシリーズも2つの絵があって、すごい可愛かったです。で、もう一個同じタイプの色紙を買いました。はい、こっちはすごいシンプルなデザインになってます。ちょっと中のところの紙質だったりは正直、100均かなっていう、こういう細かい折り目がちょっと雑になっちゃってるっていうところがあるんですけど、100均なので全然しょうがないかなって思います。なんか手軽にプレゼント渡す時に一緒に同封したりとかできるサイズかなって思います。はい、かわいい。はい、こちらのレターセットです。これもいくつか種類がありました。これはベースが白っぽいデザインのものなんですけど、確かピンクっぽいものとかも売ってました。なんかこういうかわいいラベンダーとかオリーブのイラストが描いてます。こんな感じですね。はい、このセットには特にシールとかはついていなかったので、探していたらちょうどこんな可愛いメッセージシールがありました。こんな感じ。ちょっと1枚貼ってみます。すごい、こう100均なのにトレーシングペーパーでできたシールです。こんな感じで、すごい可愛いですね。これにぴったりだったと思います。こういうレターセットっていざ必要な時に家にないっていうか、なんか見つけて可愛いなっていうのがあった時に買っておかないと困っちゃったりすることが多いので、すごい可愛かったので買いました。